それでは第2試合に出場しましたアビコ。我孫子高松選手のインタビューとなります。お疲れ様でした。よろしくお願いします。試合終わっての感想をお願いします。では、もう悔しいのと。まあ、本当に出し切ったので、ものすごい強かったなと思うし、やっぱりライズのトップクラスの選手、とやらせてもらったこと、まず感謝ですし、やっぱりどれだけタフで強いか、普段だとあ聞いたなって思えたら、そっから一気に畳みかけられるのが僕の。 一番いいところなんですけど、何で聞いてるか分からなくて、結構向こうのパンチもキックももらってたんで、ただ、ひるむことなく最後まで立ち続けたいというのは思ったので、絶対に一切あれば、何度でも立ち上がれ,って立ち上がれるというのは僕の人生のテーマなので、それをやりきった3分3ラウンドだったかなと思いますその今申し上げました、健太選手ですけど、戦ってみて、やっぱり今まで戦った選手とはちょっと違かったなっていうのはありますか、やっぱり。えもう 愚問ですよねっていうくらい多分マッチメイクをした人全員がそう思ってたんじゃないかとこれ1ラウンドで秒殺されるんじゃないかっていう話だったと思うんですけど間違いなく今までやった中でもうちょっとその比較対象にならないというかステージが違うだから同じ中で比べては全くいけないですし僕もそのイメージは持ってたんですけどやっぱりやってみないとそれは分からなくて始まった時の圧力それから彼の気迫僕は僕のスタイルで戦おうと思いましたけどでもやっぱり強かったですとにかくタフだし。 強いし何聞いてるかわかんないし、パンチ一つ一つも重かったので、はい、とても素晴らしい選手だったなと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。えーっと、三ラウンド滑るっていうクレーム入れてたとあれ何ですか？はい、いや、僕あの僕結構掴んで膝入れるタイプなので、どうしても掴みに行った時にものすごい二ラウンド目だったかな？三ラウンド目でしたっけ？体がすごい滑ったんですよで、なんかサロンパスの匂いしたんですよ。 こだからなんかクリーム塗ったろうと思ってこんなここで急にサロンパスに匂いするわけないじゃんと思ってここ滑るやんって言ったらレフリーに滑らないって言われたんで <laughs> レフリーが決めるんだと思って <laughs> であ分かりましたと思ってなので,、まああのー、で、多分きっとそんなことはないと思うんで僕の勘違いだと思うんですけどなんか急につかめなくなっちゃったんでちょっとそれがどうなのと思って滑るでしょうって結構大きな声で言った失笑をもらいました分かりました。 であの試合終わった後、うん、健太選手から勝利者トローをいただきましたけど、はい、これはどういうふうにもう健太選手からのリスペクトだと僕は受け止めていて終わった瞬間に健太選手が。 何度か健太選手のパンチも入ったりしたときに健太選手、ずっと首をかしげていたんですねで、それが最後のトロフィーで、あーなんでこれ倒れねえんだ、こいつって思ったのか、なんかうまくいってないっていう感じがあったのか、終わったときにもう、勝ちですよって言われて、相手選手の勝ちですっていうふうに言って、トロフィーもらってくださいって言っていただいて、で僕、ちょっと会長にも、自分の,、ね、あのセコンドにも聞いたんです、これ本当にもらっていいかなって言ったら、いや、これリスペクトだから。 もらいましょうと言っていただいてやっぱりその武士道精神というか格闘家の素晴らしい僕は精神を一つここで感じ取ることができた勝敗としてはもちろん健太選手はまあ圧勝ですよ判定にしてもでも彼が立ち続けた僕に対しての最大限のリスペクトをこのトロフィーに込めてくれたんだなと思うのであの今まで8戦負けなしでずっとトロフィーを手にしていて9戦目にして負けたんですけどまあマチュ入れてあのトロフィーだけは9戦全勝みたいなことになってるという <laughs> 謎の状態になりました <laughs>。わかりりまましたありがとうございます、はいすは エンカウントの島田と申します。よろしくお願いいたします。判定を聞いているときに、何かお二人会話を交わしてたかと思うんですけど、あれはどういったお話をしてた？んでしょうか、えっと、はい、それが先ほど言ったあの阿比ガ選手のもう勝ちだよとトルフィーもらってください。っていう一言だったので、僕はもうありがとうございました。っていう風に言ったら、まあ決定選手自体は多分倒せなかったこと、3。ラウンドまで長引いてしまったことに、多分その不満というか、自分の中の不甲斐なさを感じたのかなっていう雰囲気はありました。それで僕に対してもう勝ちです。よって。 それももらってください。っていうことを言ってもらえたので。でも若干怒り混じりだったな。っていう自分に対するね。あ、自分で僕じゃなくて、彼自身に対する彼自身が自分への怒りをぶつけてる感じがあったので、そまあ、それも含めてその言葉は逆にリスペクトだなというふうに思いました。あと、すいません。とこのライズエルドラドの花道っていうのを歩いてみて、それいかがでしたか？いや、もう控え室にカイト選手いたり、名だたる。選手がたくさんいる中で、俺は一体。ここで何やってんだろうなと思いながら、45歳がこういう場に立たせてもらって。 ライズっってて夢しかかなないのかなと思ってでそういうまあ若者たちもそうですけどこの夢の舞台って本気になれば実は掴めるんだよってでも夢の舞台って実はすごい意地悪で試される場所なんだよっていうのは改めて思いましたあの花道立って、えー、僕の映像も流れて花道を一人で歩くあのだけ長いところいつも20秒ぐらいにしてくださいって言われてるんですよ20秒今日は3分ぐらいでって言われたんでどうしようと思ったんですけどでもそういう場所を与える意味分かるよなっていう。 試される場所だから夢って簡単なものではなくてその試された夢の舞台で何ができるかっていうのが日々の努力の結晶というか日々の努力をた披露する場所なので僕の中では本当に表現者として最高の舞台だったなって思いますピッチの上をこの入場していくのと、はい、どっちが緊張したとかいやフィファアンセムは正直仲間いますからエスコートキッズもいるんで <laughs> あのなんとなくみんなと一緒に入れますけど今回は僕一人で目の前には敵がいてで言ったって は別にチームメイトじゃないんでそういう意味では間違いなくこの舞台がめちゃくちゃ緊張しましたし前に京介くんが試合だったのでうちのセコンド全員いなくなってて控室で1人っていうどうしようと思いながら <laughs> そんな,なんか寂しい感じもありつつでもリングに立ったら俺1人だよなって誰の手助けもしてもらえないし誰も助けてくれない僕自身がやるしかないんだって腹くくれた瞬間でもありました。ありがとうございます はい、ありがとうございます。では最後に今日応援してくれたファンの皆様にメッセージいただければと思います。はい、えー、応援してくれた皆さん、会場に来てくれた方、えっ、ー、と大きな声がリングに入った時に聞こえました。アビコ、肉体解放しろって。 謎の応援だと思いますが、チーム、アびこの中では当たり前のことばになっていて、どれだけ解放できるか、僕は思考も精神もすべてリングに入る前にもう捨ててきたんで、あとは肉体を解放するだけだっていうのをずっと言い続けていたので、その言葉だと思っています、そしてアベマで見てくれた人たちも、ものすごい声援を送ってくれたんじゃないかなと思います、僕は3分3ラウンドのアーティストって、格闘家のことを呼んでいます。 アアススリーートトじゃなくてて僕はアーティストだと思っていますそれはこの3分3ンドの限られた時間の中で表現する何を求められているか表現するということが大事だと思っているので僕自身もその表現者と一人としてできたんではないかなってオープニングファイトの京介君の試合もそうですしオープンフィンガーの山口兄弟の試合もそうですし素晴らしい最高の試合に続いて僕の試合がどこまで見た観客の方々ライズの関係者の皆さんに響いたか届いたかそれは多分次のまたオファーに。 で表現されるんじゃないかな、そしてその時にまた観客がどれだけ来てくれるか皆さんがそれが次の証明だと思っているのでこの試合は、次の試合の僕は懸け橋になるというふうに思っています、そういう試合を皆さんに見ていただいたことこの場を与えてもらったことそして、ひるまえかを含めすべての応援してくれた仲間に心から感謝をするとと,ともに、阿炎子高さん45歳、まだまだいきます。もう少し この短い命を格闘家としての短い命を輝かせるために、皆さんの力を貸していただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。以上で、我孫子高政選手のインタビュー終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。